ヒシャー・ムイブン・アブドゥル・マリクは、ウマイヤ朝の第十代カリフ。父は第五代カリフのアブドゥル・マリクである。七百二十四年に即位する。彼の時代はまず外圧に苦しめられた。ホラサーンとその東北部では、西特決から自立した特汽船の攻撃を受け、依頼系先住民のマワーリーと土着化したアラブの合体による反政府運動。 権力をめぐる南北アラブの対立、抗争などである。またハワーリージュ派に先導されて放棄した、ベルベル人の反乱を740年から742年の2年にかけてようやく沈定した。内政では、イラク総督のハーリド・アルカスリーの支援を得て、干拓、考えによる農地の拡大で財政を再建した。またヒシャームは、 アブドゥルマリクを除けば歴代カリフの中でも19年という長期の在位を保ち、没落傾向にあったウマイヤ朝に最後の安定期をもたらした。だが、復讐のハーリドは後にマワーリーの税制問題から失脚。740年にはザイドブーンアリーがクーファのシーア派に擁立されて反乱を起こすなど、すでにウマイヤ朝は末期的状況に置かれていた。なお、 この反乱自体は、簡単に鎮圧し、在道を処刑している。743年に54歳で死去した。あと、老いのワリード2世が継いだ。なお、孫であるアブドアンラフマーン1世は、アッパース革命の際に、ウマイヤ家の一族が皆殺しにあった際、イベリア半島に逃れて後ウマイヤ町を建て、初代アミールとなった。ありがとうございます。